だから子供がここの部屋に来てくれてる、この教室に来てくれてる、もうそれだけでありがとうやね。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。生きるの反対は何だと思いますか？俺は死ぬことだと思っていました。でも一つの実際にあった物語を聞いて本当の意味が分かったんです。それが分かってから子供との関わり方が大きく変わりました。求めなくなった、イライラしなくなった、焦らなくなった、不安になることがなくなった、そして子供と関わる時間がすごく楽しくなった。今日はその物語を紹介します。ある母親の話です。妊娠10ヶ月目になって、今日生まれるかな、明日生まれるかなって毎日ドキドキしていました。そんなある日、あれ？おかしいな。胎動がなかったんです。子供の動きを感じられなかったんです。お医者さんに診てもらいました。胎児はお母さんの体内で死んでいたんです。しかし死んでいたとしても、そのお母さんはその子を産まなければならない。助産師さんは通常陣痛で苦しむお母さんを、もうちょっとだからね、あとちょっと頑張ったら元気な赤ちゃん生まれるから、元気な子供に会えるからって勇気づけます、励まします。でも命を失った子供を産むお母さんに何て言ったらいいんでしょうか。何も言えなかった。手を握る、それしかできなかったそうです。ご褒美のない陣痛の痛みに耐え、命の輝きを失った子供を出産しました。産声の上がらない分娩室で母親のおえつだけが悲しく響きます。泣かない子供を泣きながらお母さんは抱きしめます。そしてお母さんが言いました。今日一晩だけこの子と一緒に過ごしてもいいですか。いいですよ。そしてその夜、病院を見回りしている看護師さんがそのお母さんの部屋で驚く光景を目の当たりにしました。そのお母さん、自分の赤ちゃんを優しく抱きかかえて母乳を一滴一滴口元に与えていたんです。どんなに授乳する日を夢見ていたことでしょうか。この話を聞いて俺は涙が止まりませんでした。生きることの反対は死ぬことじゃない、生まれないこと。生まれなかったら生きることも死ぬこともできへん。実際その赤ちゃんは生まれることができへんかった。数時間しか生きていけない、そんな子供もいる。生きているっていうこと、それは当たり前じゃないねん、当然のことじゃないねん。だから子供がここの部屋に来てくれてる、この教室に来てくれてる、もうそれだけでありがとうやねん。だから俺は決めた、そのまんまの子供を受け止める、承認する、ハグする、抱きしめる、イエスっていう、リスペクトする、尊敬する。ついつい子供と一緒にいるともっともっとってなってしまうんよ。もっとシュートをうまくさせたいとか、もっと英語を上手に話せるようにさせたいとか、ダンスを完璧に踊れるようにしてあげたいとか、そういうことを思ってしまうね。その子のこと愛してるから、 大事やから、大切やからな、将来困らんようにその子が喜ぶ顔見たいから、もっともっとってなってしまうね。でもな、そのもっともっとって期待することが、期待が強くなるとその子の自信とかやる気を奪ってしまうことあんねん。
言われんでも分かってるわって、そしてその子をプレッシャーとかストレスで追い詰めてしまう、そういうこともあんねん。それだけじゃない、俺が100点取らんかったら先生に嫌われるんちゃうか、試合で勝たんかったらここにいてはいけないんじゃないかって、ねじ曲がった愛情を伝えることになんねん。俺はそんなん伝えたくないねん。俺が伝えたいのは、もうここに来てくれる、元気で笑って朝起きてくれる、もうそれだけでいいんだよって、それだけで嬉しくて楽しくていいんだよってな。あなたはあなたのまんまそれでいてくれるだけで、それだけでいいんだよって、それだけでいいんだよって言える、そんな大人になりたいねん。生きているだけで100点なんですよ。だから俺はあなたがあなたでいることを心の底から応援してます。はい、そうですよね。本当に迷ってます。子供と関わる、どうやって関わったらいいんやろってね、その時はねすごい迷ってたんです。学校立ち上げたところでなかなか僕が言ったこと伝わらへんし、もっとおもろい授業やってくれよとか、ここおもんないかやめていくわとか、心ない一言で傷つくことがあった。普段やったら可愛いなっていう子供も可愛く思えない、そんな時もあったんです。でもその時にこの物語を聞いて、もうそのまんま、いや来てくれるだけで OK やん、イエスやんっていう風に自分の中で考え方が変わりました。考え方が変わって、子供と関わり方もちょっとゆとりを持って関われるようになったんです。はい、まあこれから子供と関わって、まあ、どういう風にやっていくのかっていうのはね、わかんないですけども、日々考えながらやっていきたいなと思います。ちょっと頭真っ白です。何話してるかわかんないです。ですので、ちょっとでもねこの動画を見ていただいて、元気が出たとか良かったなって思う方は高評価ボタンを押していただけたら本当に励みになりますのでお願いします。普段このチャンネルではとにかく生きていて良かったなって、そういう風な、ね、思ってもらえるような動画を配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。今日はこれでおしまいです。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。そのまんまでいい、絶対そう。